もしもし、リンボ、そっちはどうだ？ああ、もうすぐニューシェイクに着く。ずいぶん早かったな。次の狙いはバンクオブニューシーグの頭取でしたっけ。大物ですね。危険がないといいけど、リンボはいつも無茶をするでしょ。大丈夫だって、いつもなんとかなってるだろ。あんたが俺に会いたいっていうのは。あなたがリンボ、あの悪徳弁護。これから弁護を頼もうっていう相手に向かって、悪徳弁護士ってな、もう少し。あの、ここは飲食禁止よ。マジで悪い悪い、一気に食うわ。いや、だから飲食は。よし、もう飲食してないぞ。これでいい。何かあったら呼んで。今何時？今？16時47分だけど。街頭ビジョンでイブニングニュースが始まったのが聞こえたから、あれは多分17時ね。ってことは、あともう少し。あなた、あと13分後にセントラルコアで死ぬのよ。刺されたのか撃たれたのかわからないけど、とにかくセントラルコアで死んだの。ジョークならもう少し笑えるやつにしてくれ。ジョークじゃないの、ちゃんと聞いて。その時間、あの場所にあなたがいなければ助かるかもと思ってここに呼んだの。悪いけど、心神喪失で責任能力なしってのは俺のポリシーに反する。そんな三流の手を使わなくても俺なら無罪にできる。違うの、私はこの人、名前なんだったっけ。とにかく私はこの男でも何でもないの。私は多重人格、乖離性同一性障害だっけ。そういう方針で行きたいなら。お願い、時間がないの。話を最後まで聞いてよ。あなた、映画見に行ってスクリーンに話しかけるタイプなの？映画は黙って見るけど、面白くなければ途中で席を立つことはある。いい？私の名前は、これが私の名前よ。はあ、お前の名前はなんだっけ。ドミンゲスだろ。私が何を言ってるかわからないだろうけど、あなたは私の目の前で確かに死んだの。話にならないな。俺は帰るぞ。待って。じゃあこうしましょう。この後ワイアットアープにあるカフェに来て、ハリー&キースっていうお店、そこで会えたら嘘じゃないって証明する。本当は俺は死ぬ運命で、お前が時間を遡ってここに呼びつけてそれを阻止したとで。そうよ、私にとっては再放送なの。Go
世界はまるでそう、ブラックボーズ。あなたにはどう見える？さあ知って帰り始めよう今って呼ぶジャッジメント。夢とはカオス、欲望仕掛けの見合いは誰に笑う？正義だけじゃ生きられない。苦しいほどあなたが輝いてく。天使か悪魔か、心に咲く青い花、愛しく激しく守ってあげる。罪でも罰でも枯れない未来へと。あなたが笑うならば悪になろご不満な箇所は、目の周りの小じわが目立ってきたんじゃないかと。でもあんまり手を入れすぎると年を取った時に汚くなるって聞いたし。毎日鏡で見る自分の顔ですよ。気にしすぎなんてことはありません。そうですね、唇もほんの少しふっくらさせてもいいかも。あの先生。大丈夫、僕はいつでもあなたの味方ですよ。美しくなることを恐れないで。全身の熱傷は死後のものと考えられる。死亡前の損傷としては尺骨と頭骨、それに歯骨と中歯骨に細かい骨折が見られる。ね、君は火傷を前に。主任、また死体に話しかけてるぞ。聞いたら答えてくれるんじゃないか。あなたの死因は何ですかってさ。聞こえてないと思うなら耳鼻咽喉科、死体に話しかけて答えてもらえると思ってるなら精神科。病院行った方がいいんじゃない？復讐の種は一粒も残すな。それがオシさんの教えだ。自分が死ぬ日を選べる奴はいないが、今日はまあマシな方じゃないか。天気もいいし、渋滞もない。まあもう聞こえちゃいないか。弁護側の証人の発言は事件そのものへの関与を示唆するものに思えます。あなたは異議あり。今この証人に質問しているのは僕です、裁判長ではありません。隠していることがあるんですか？法廷での偽証は許されませんよ。嘘をつくのと黙っているのとでは大きく意味が違います。裁判長なら修正第5条くらいご存知でしょう。弁護人は黙りなさい。これは殺人事件の。裁判長を忌避します。なんですか。法廷侮辱罪に問いますよ。黙秘権を軽視するのは法廷侮辱罪に当たらないんですか？待たせたな、スケアクローだ。それじゃあ、いいニュースと悪いニュース、それからもっと悪いニュース、どれから聞く？
そんなのさっさと引っ越しなさいよ。夜寝てる間に天井が抜けて落ちてきたらどうすんのさ。そうは言っても大変なの。入居した時の契約にあれが入ってたとか入ってなかったとかで、むしろ修理あんたが住み始めた時からあの家はボロかったんだから、今にも壊れそうなのは大家の責任だっつの。引っ越し費用出してもらったっていい。んでどうするんだ、弁護士でもつけるのか。契約書を隅から隅まで読んでなかったのが悪いって言われたらそりゃそうなんだけどさ、でも弁護士雇うのっていくらかかるんだろう。アダムに相談すれば、私だっていくらかは金貸せるし。ダメ、私友達とは絶対お金のやり。こんにちは、ゼロアワーのアダム・クルイローフです。まずは今日のヘッドラインニュースからお送りしましょう。先日あいつ相当稼いでるだろうからちょっとくらいいいじゃんか。なんだよ、そんな写真持ち歩いてんの。やったー、3人とも超かわいい。聞いてる？もしもし。もしもし。こちら地球、応答せよ。ん？何の話だっけ？何何？もしかして今、例の時間を遡るってやつだった？違うよ。ちょっと考え事してただけ。引っ越し費用とか、引っ越し費用とか、引っ越し費用。あんたのその変な能力がもっと便利だったらいいのにな。スパーンと時間を遡って今のアパートを契約する前に戻るとかさ。それができたらこんなに悩んでないよ。時間を遡ったところで自分には戻れないんだもん。気づいたら知らないおじさんになってたりするんだよ。それに遡れるって言ってもそんなに前に戻れたことないしね。ま、便利かどうかは置いといたとしても、未だに原因とかわからないんでしょ？アダムも心配してたよ。脳の病気とか、そういうのじゃないかって。大丈夫だよ。それに、この前だってアダムが勝手に検査予約を入れて、精密検査も受けたし、心理カウンセラーみたいな人にも見てもらったんだから。ま、これに関しては、私も半信半疑ってとこだけど、心配はしてるんだからね。うん。ありがとう。あ、悪い、私だ。はいはい、なんだねなんだね。どうかしたの？リンボだよリンボ。あの悪徳弁護士、あいつのせいで捜査の邪魔ばっかりされるし、警察にもネチネチ言われるし、いい迷惑だ。人気だよねあの人。私ずっと取材したくて追いかけてるんだ。あんたマジであいつのこと記事にしたいの？だってリンボは弱気を助けるヒーローだって言われてるよ。そこがまた腹立つのよね。うちらもさ、警察って仕事上飲み込まなきゃいけない理不尽がたくさんあるのよ。正しいことが幸せとは限らないってね。
出たな、あんたのその哲学。ルカ。おう。ああ、モズか。珍しいな。ルカに用があっただけ。ここにいるって聞いたから、これを渡しに。検視結果？そんなに急ぎの件あったっけ？大きな事件じゃないけど、検視は早い方が埋葬も早くできるでしょう。そうは言っても身元が特定できないことにはな。それ早く見つけるのは君たちの仕事。はいはい、頑張りますよ。で、ああ、あんたは初めてだっけ。こちらモズ、検視局の主任で、こちら私の親友でフリーの記者。はじめまして。はじめまして、こんにちは。あの、いい骨だなと思って。その顔の骨格、コーカソイド系だけど、眼下の骨の形が滑らかなんだろうね。なんか素直にありがとうって言いづらいんですけど。それじゃあさよなら。変わったやつだろ。でもめちゃくちゃ天才。検視局じゃ最年少の主任なんて。その言い方どうかと思うけど。おっと、そろそろ仕事戻らないとな。よし、じゃあここの感じ。表。表だ。よし。あんたまさか時間遡ってやり直してな。そんな便利な能力だったら毎日ルカにおごらせてるよ。そういや、この後警察署来るんだっけ。確か取材だかなんだかって言ってたよな。そうそう、約束の時間まではまだ少しあるけどね。会ったことない人なんだけど、なぜか取材の依頼があったの。そっか、だといいな。私はこの後は外に出ちゃうから会うのは今夜かな。あ、そうだ、アダムが遅刻するかどうかかける。遅刻する。これじゃ賭けになんないな。